passengers changing to the Kamaishi Line, please transfer at this station. The stop after Shin-Hanamaki will be the Morioka Terminal. このため18時49分発の浜市行きはバックスで運休となっております。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。こんにちは。ここは釜石線東北新幹線の乗り換え駅新花巻駅です。電車でゴールでね、おなじみ盛岡から一駅だけ高速の新幹線を運転できる時の行き先が確かこの新花巻駅だったかなと思いますが、私もね、ちっちゃい時からよく家族に遠野へ連れて行ってもらいましたので、それでね、いろいろ乗り換えとして利用しておりました。思い出深い駅です。今回はね、久々に一人で行ってみようということで、唐突に思い立って向かっていたところなのですが、ちょっと困ったことになりました。乗車券、これね、釜石まで行くかもしれないから投資で買ってあったんですけれども、しかしそれがね、ちょっと今困難になりつつあります。どういうことなのかというと、先ほどですね、ちょっとそこに案内などは出ていないようですが、私がここへ到着する1時間ほど前にどうもそれは判明していたようですけれども、釜石線に何やら線路支障物、そういったものがあって、釜石線は運転を見合わせており、また運転再開の見込みは立っておりません。そんな風にね、案内がなされておりました。もうちょっと平たく言うと、線路の中にトラック、多分大きなトラックだと思いますけれども、転覆してしまって、今線路をトラックが塞いでいる状態だそうでございます。そうなるとね、その線路が大丈夫か使えるかどうかまで確認をするという必要もありますから、トラックをどかすというだけだってね、大変なことですし、きっとまだね、終わっていないことでしょう。でも岩根橋付近ということですから、目的地までのね、遠野のところは関係ないはずなんですけれども、しかしそうは言ってもですね、そのようにこう折り返し運転などを途端にやるということもできないし、いろいろありますので、全線で運転が見合わせというふうになっているようです。あまり関係ありませんが、この新花巻駅は釜石線との乗り換え駅、そしてまた花巻は宮沢賢治の出身地ということで、銀河鉄道の夜、それを模したデザインがなされております。駅のこれも多分ね、そういったことを考えてプラネタリウムっぽくしてるんじゃないのかなと思うんですけれど、どうなんでしょうか。あそこのね、売店のあの飾り付け、あんな感じのも昔からずっとあんな風になっておりましたし、イーハトーブの里新花巻店って確かね、この蕎麦屋も昔からこんな名前だったような気がします。少なくともこのゴミ箱はずっとこんな感じでした。新花巻駅はね、エステラーロという名前が付けられております。あだ名です。これ新花巻という意味なのかと違います。待合室で待っているようにと指示がなされましたので、とりあえずはここで待つことになります。18時49分発予定の釜石駅ご利用予定のお客様、こちらにお待ちでした。新花巻から代行のタクシーを利用する人は合計で6人でした。釜石へ行かれる方は2人でした。そしてじゃあ次、遠野へ行かれる方は何人でしょうか。遠野は2人でした。よし、じゃあこの4人の方、皆さんでタクシー1台の乗りくださいというわけで、私たち4人、私を含めた4人が連れて行かれるということになりました。私も乗車券は釜石までありますが、途中の遠野で途中下車ということになります。ところがお客さんの一人が、いや普通こういう時タクシーはね、3人で乗るでしょうということを言い出しまして、あらと思ったんですが、助役さんもね、ここでじゃあ分かりました、ちょっと待ってください、待合室の方へお戻りになって聞いてみると、遠野駅よりも手前で降りるお客さんがあと2人ということでしたので、じゃあ分かりましたということで、その2人と遠野駅まで行くお客さん1人、そして釜石へ行くお客さん2人と、それから遠野へのもう1人のお客さん、こういうふうに分かれていったわけです。私は遠野よりも手前で降りる人2人と、それから私1人の3人でタクシーに乗っていくということになりました。漏れたおじさんのファインプレーというわけです。というよりもむしろこれは割とね、正当な提案だったような気もいたします。そしてタクシーは出発をいたしました。もともとは釜石線の普通列車にて出発をするはずの時間、もうすでにそれは過ぎておりましたけれども、このタクシーも基本的にまた釜石線と横を並走して、ずっと今回の場合は遠野駅まで行くということになるようです。この辺り実は結構代行輸送というのが頻繁にあります。私も一度だけ経験したことがあります。冬場でしたけれども、大変な吹雪になって大雪で釜石線運転不可能ということになってしまったそうです。その際は代わりに代行バス、早知根バスというバスだった気がしますが、それが大型のバス1台やってまいりまして、そして途中快速浜寄号の代行ということでしたから、宮守や土沢の駅などポツポツと止まっていって、そして新花巻まで通常よりも1時間以上遅れて、大幅に遅れて到着したのを覚えております。ただそれはその時が大雪だったからというわけでありまして、現在このタクシーは随分と順調に走っているようです。
私も運転手さんから伺ったんですが、通常タクシーの方が普通列車よりも随分と早く移動できてしまうということでした。さて今回はね、線路上に大型のトラックが落ちてしまった、そのような事故だったわけですが、もうそろそろ現場付近、岩根橋の付近にやってまいりました。私岩根橋って遠野より向こうだと思ってたんですが、これは私の勘違いでして、今まさにその落ちてしまったトラックの撤去作業などが行われているということです。なお運転手さんについてはもうすでに救急車で運ばれたということでした。この辺りで線路に、ね、列車が落ちてしまう、あれ線路に車が落ちてしまうということになりますと、もう復旧はおそらく明朝までは不可能といいますか、もう終日の運転見合わせが決まっているようです。クレーンでもってあそこに落ちてしまっているトラック、どうもハザードランプは点灯しているようですけれども、それを今から吊り上げるというところのようです。下の、ね、線路などが破壊されていなければ、そしたら鉄道はおそらく明日の朝から通常通りの運行ができるでしょう。しかしながらこのカーブ、どうもね、あそこから飛び出してしまったあの様子を見るに、カーブを曲がりきれなくてという感じではなさそうです。この辺り、今走行している付近のカーブこそきついものの、この辺りはそれほどきついカーブとも言えず、割とすんなりとこうスパッとね、まっすぐにちょっとしたこのカーブを曲がらずに突き抜けていってしまったという感じで、運転手さんはもしかしたら居眠りなんではないかと、そのようにおっしゃっていました。ガードレールがこのように突き破られております。車のね、交通事故というのは本当に怖いもので、頭からちょっとね、一瞬手元のハンドルを誤っただけで、もしくは一瞬の、本当の一瞬の油断があんなとんでもないところにまでね、真っ逆さまに落ちてしまって、重大な怪我、もしくは最悪の場合は命までもということがあり得るということを、今一度ここでね、心に刻みたいものです。転落してしまった運転手さんですが、なんとかご無事だったようです。まあ、無事と言えるのかは分かりませんが、顔に傷を軽傷で済んだということです。正直あんな高いところから落ちてね、無事でというかそんな軽傷で済んで本当に良かったなというのが正直なところです。私もこれで心置きなく代行タクシーの様子を皆様にお伝えすることができるというものです。ただいまタクシーは幹線道路を少し外れ高台に上り、そして少し外れた宮森の駅へ寄ってお客さんを一人降ろしたところでした。宮森駅の右側にはまた一つこのように、ね、大きな鉄橋が見えたの、皆さんお気づきでしたでしょうか。タクシーは左肩に曲がってしまいますが、バックミラーというかサイドミラーがありますので、そこにこのようなものを映して、これでね、バックミラー、サイドミラーですね、サイドミラー越しにこの鉄橋を楽しむことができます。SL 銀河号が運行される時など数多くの人がここを渡る列車の撮影をしようということでカメラを向けているようでございます。さて本日のこのタクシー代行ですけれども、遠野駅まで、新花巻駅から遠野駅までのタクシーの運賃は 12,200円となりました。正直めちゃくちゃ高いなという感想を持ったわけではなくて、意外と新花巻から遠野までそんぐらいで行かれてしまうのかと、ちょっと驚いたところでもあるわけです。運転手さんにお伺いしたところでは、これから先はまだ代行輸送の需要はかなりあるので、もう急いでまたこれから新駅、新花巻駅の方へ戻り、そしてまた代行輸送に努めるだろうということを伺いました。JR 西日本の超ローカル線区間などではタクシーをね、代行輸送ということでお客さんを全部そっちに乗せて列車を運休した方がまだ費用がかからなくて安いなどという話も聞いたことがありますけれども、さすがに釜石線ほどの利用客であるとそういったことはないようで、なるべくバスが利用できるときには代行のバスでの運行となるようでした。さてもう間もなく岩手二日町駅が、ね、すぐ横にありますよ、なんてそんな看板もございますけれども、ここもうすでに遠野市内を走っております。宮森のあたりから合併によって遠野市となっているようです。お客さんもう一人乗っていらっしゃる方、どうも綾織の駅を降りになるということでしたから、次のタクシーは綾織に止まると、まあ、そういうことになるんですけれど、しかしタクシーが止まったのは綾織の駅ではありませんでした。その駅への道へ入る、そんなところにあるローソンでタクシーは止まるそうです。なんでローソンに止まるのかなと思ったら、その方がお客さんの便が良いからだそうで、まあ、つまり駅よりも近くでお客さんを降ろしてあげる分には代行輸送の場合は問題がないようです。これはなかなかね、面白い発見だったなと思います。駅よりもね、もっと遠く自分の家まで行ってくださいよって、そういうことは代行輸送の関係上許されませんけれども、手前で降ろしてあげることはできるようです。無事に遠野駅まで普通列車よりもだいぶ早く到着することができました。タクシーの運転手さんからもいろいろ伺い、いや本当にありがとうございました。最後にタクシーの写真を撮らせていただきました。久々に、本当に久々ですよ、やってまいりました遠野駅です。昔とそんなに駅はね、変わっておりませんで、ちょっと嬉しく思います。なんか駅前にね、旅の蔵遠野なんて言いました。ありがとうございました。タクシーの運転手さんはこれからね、もうさっきも動画でもしかしたら説明しているかもしれませんが、花巻までまたお戻りで、もう一度か二度か分かりませんけど代行輸送が、ね、されるようでございます。でこれが遠野駅、ずいぶん、ね、古い駅舎なんですね。また明日ご紹介するかもしれませんけれども、まあ、せっかく頑張ってきましたんでお目にかけようかなと思います。 SL 銀河号というのが有名ですが、本日は運転日ではありません。また春になるとね、暖かくなると運転が再開となります。
これがね、遠野のカッパの置物というか、まあ、木彫りのカッパでして、私もね、小さい時に買ってもらったの家にまだ置いてあります。いや、2つ置いてあるかな、キーホルダーも1個持ってますから、合計こういうのが3つあるんですけどね、こんな感じ。これは本当に15年は変わってないはずですね。もっと昔からそうなんじゃないでしょうか。しかしね、だいぶ本当におかげさまでと言うべきなのか、おかげさまでって言ったらね、あの不幸なことが起こっているのにあれですけれど、しかし予定よりも早く着いたのは間違いません。釜石線の普通列車ですとね、もうちょっと時間はかかるんですが、しかしもうタクシーだとどんどん飛ばしてきてしまいますから、途中、宮森とそれから、二日町じゃなくてどこだっけな、まあ、どっかそこら辺しか止まりませんでした。綾織か、綾織しか止まりませんでしたので、だいぶ本当にね早くで、このままで行けば、私夕食は諦めていたので、どっかね、あのトピアっていうスーパーみたいなところやってたらそこで買うかと考えていたんですけれども、まあギリギリホテルのねレストランのラストオーダーに間に合いそうです。そこでなんかカツ丼かなんか確かあったと思うからね、そういったものでも食べて寝ることにしたいと思います。またね、もしかしたら吹き込み音声のところで私が入れ忘れていたかもしれませんから、一応言っておきますけど、新花巻から遠野までのそのタクシー運賃は12,200円でした。3人の方が乗っていてね、まあ、私も含めてなんで3人が乗っていて、そのうち2人はまあ途中で降りてしまったわけですけれど、全員終点まで乗っていたというふうに考えれば、まあ、1人頭だいたい4000円と少々ということですからね、ちょっとやっぱりこれではね、あのいくらあれ JR この釜石線が赤字だと言っても、でも運転をやめてタクシーで輸送しちゃった方が安いよというふうにはならないでしょうね。そうそう、パチンコ屋ができたんですよね、遠野にもね。これはでも繁盛してるのかな、こんなものができちゃってると思って、まあ、でも確かに車もたくさん止まっているしね、まあ、こんなものがっていうのはよくありませんが、別にみんながね、あの好きで利用しているんだったら何も問題のないことですから、まあ、私は行こうと思わないけれどと、まあ、そのようなところです。奥に見えております大きなホテル、多分東南で一番いいホテルなんですかね、もっと高いところもあるかもしれませんけれど、ちっちゃい時からよく泊めてもらっておりました、アヘリア東南というところです。それでは本日はここまでとさせていただきます。いや、久しぶりに来て懐かしいもんですね。ご視聴ありがとうございました。